はい、ということでこちら左上の名声30万貯めてきました。すべてバズとのセボ、これのみです。でも完全にね、必勝法は見つけました。まず攻撃側はこの同性の軍票入れ替えできるやつですね、これをここに置く。で初手こっちに移動して、でここが空いたらもう勝ち確ですね。このまままっすぐ進んでいけばここで入れ替えをして、そして相手はなすすべなく負けていく。で防衛側がもうマジの確定で、これラウンド開始でまず動く、相手が動く。で上動いたら逆サイドをこうやって動かします。であとはもうのらりくらりやってれば大丈夫。大事なのは真ん中を絶対動かさないことと、この要となるこの2箇所、これをどちらかをキープする。今回はまあ下をキープして上をのらりくらりこうやって右往左往させておけば勝ち確ですね。もう相手は何もできない、もうぐるぐるしてるだけです。はい、これで勝利と。これ700です。700名声で、一応別パターンもあるからそれも見せられたらということで、はい、こんな感じで動くとさっきの動きできませんね。その時はこっちに移動する、すると必ず 100% こっち行きます。なので空いたところにコインを動かして、そして入れ替えをして、さっきと同じ状況で勝利と。まあ防衛側は本当にのらりくらりで、こんな感じになった時は基本的にコインの少ない方を動かしてください、基本的にね。で必ずここ、この位置、この位置に自分のコインがあれば相手は絶対三角揃えられないので、あとは本当に動かしてるだけで勝てます。はい、こんな感じで、マラソンのポイントとしてこの辺りにマーカーを合わせておいて×を連打します。するとこのコイン選択が一瞬でできて、そしてここにコインを置けますっていうね、効率をよくしていくことができると。だいたいワンループ45秒とか1分かかんないぐらいですね。まあ、こんな感じのマラソンをしていましたと。そんなこんなで302,488。まあ、何時間やってたっていうのはわかんないんですけど、一応700で割ったら何回だな。428回か。428回セボで勝利したということですね。まあ、虚無です。ただこのマラソンの成果が、まあ、ここから出せると。で、まずやっていきたいのが、これね、多分最優先なんですけど、この死者の刃、これが名声で強化できると。まあ、途中で素材を要求されたらちょっと元も子もないんですけど、まあ、ただ名声がこれテーマになってるというか、特殊効果としてついてる武器なので、もしかしたらこれ名声だけで強化しきれるかもしれないということで、いきます。レベル3、アップグレード。お、まだ名声だ。16,000。かなり重いな、レベル4。まだいける。24,000。レベル5。これもう、まだいけんの？レベル6？ 54,000。いや、今、伝説行ったんだけど。レジェンド。レジェンドの次なんだよ。刃先？鋭利近接武器を完全にアップグレード。あ、最大強化だ。レベル6。何？神の名作。なんで神の上が名作なんだ。最大レベルになったわ。そして、とんでもない量を持って帰ったな、この武器だけで。10万持って帰ったわ。マジか。10万って大体2時間ぐらい集中的にやんないと集めらんないんだけどね。2時間ちょっとか。ただこれでめちゃくちゃ強くなったと思う。まあ、攻撃力が圧倒的に上がってますね。この死者の刃は、名声倍率によって火力が上がるみたいな効果があるので、基本は名声倍率貯めて、で、チャージ攻撃ね。R1 長押しでも名声倍率が蓄積すると。で、それが R1 攻撃、通常の R1 攻撃に反映される。まあ、序盤ですよね。序盤の段階で最大強化は相当強いと思います。こんな感じで無茶すればいけると。で、残りの20万はスキルに振ろう。まあ、スキルしか振るもんないでしょう。ただね、スキルがね、今残り全部取ろうと思ったら33万ぐらい必要なんですよ、計算したら。まあ、なので全部は取れないんですけど、ちょっと必要なやつというか、こりゃ強えってやつを中心に取りましょう。まず呪いのサイフォン取って、影叩き。いや、待てよ。これが欲しいんだよ。この回復効果アップ。これが絶対強いから、シンプルに強いから、とりあえずそこ向かおう。で、これで猛烈な一撃、首席、最上段のスキルを購入したと。とりあえずこれ取って、OK。これで回復薬が強くなった。欲しいの、まあ、影の字が欲しいけど、とりあえずこれは後回しにしよう。影打ち、解放。呪いの連鎖もいいな。あざけりと抑制は一旦待って、これを取ってから呪いの連鎖取ろう。呪い系が絶対強いと思うんだ。影の字が取りたいけどね。で、災難連鎖も絶対強い。貫通ショット後回しでよくて、こっち行きましょう、火薬。火薬の最大チャージ、これは上げよう。まあ、パッシブがシンプルに強いと思うので、まあ、これで。で、ラスト7000か。7000だったら消費しとこう。弾み一応入れとく？テンポよくやれば強くなるってことでしょ？また。抑制入れとくか。
俺はどっちかというとやっぱこの魔法を強化した方がいいと思ってるから。ってなわけでスキルはもう8割9割取ったかな。8割ぐらい取りましたね。まあ、残り名声、まあ、集めようと思えば集められますが、もう、これはさすがにストーリー進めてれば集まるでしょう。ってなわけで、うわ、だいぶ、なんか強くなったな。だいぶ強化された感がある。いや、しっかりマラソンしましたからね。じゃあここ行きますか。腕試しにはちょうどいいでしょう。もう俺このゲームプレイ時間的にはもうセボやってる時間の方が長いから、セボマスターです。この下か。なんかボスっぽくね？ボスでしょ、これ。はい。来た！なんだ？見えない亡霊がいる。なんか来た。強そうだな。はい。もう、これさ、しっかり弾くゲーム。で、これバーンってやって。はい。バーン。黒線！黒線を決めていく。これ浮かせるのできる？あ、できるの？浮かせちゃっていいの？これ。はい、倍率貯めて、これ今火力上がってるから。来いよ。危ね。おお謎。あ、さすがにやばい、さすがにやばい。さすがにやばいです。回復します。これはでも、爆弾とかも使って駆使して、はい。はい、黒線決めて、もうちょっと引きつけよう。もうちょっと引きつければ絶対美味しい。なんだ？二段階目か。なんか来るな、これ。初めてボスらしいボスやってんな。終え早く。なんだと？今の終わりじゃないのか。なんだこれは。いや、てかもっといけたな。てか2100も溜まってる。これで占拠してる、ここを。奪い返す。なんか来た。これ一発撃っちゃっていい？よし。今さ、でも浮いたよね、こいつ。危ない。3回来る。黒線。うわ！危ないね。引きつけてさ、銃撃つのが絶対強いよな。引きつけ銃撃ち狙おう。だと俺は、やっぱり倍率貯めたいから。うわ、これ負けんの？さすがに雑だったか。なんか、やれること増えすぎてさ、何やったりかわかんないわ。今まで通りの戦いしかできねえ。なんかもっと弾きパリゲーしていいのかな。あ、もういけるんだ。下の戦いはもう、飛ばすってことね。ってことは体力、全開？全開じゃねこれ。半分だ。温情だね。さあ、ユングやろうぜ。一緒に。これで、やっぱ俺はね、回避したいわ、このゲーム。なんか爆弾撃たれてんな。強いじゃん。そっか、スキル上げても別に防御力上がってるわけじゃないからね。普通に負けるわ。ちょっと待って、俺スキルで何を得た？なんかもっと銃撃っていいかもな。銃回復するし。それだ。俺がすべきことそれだろ。銃をガンガン使う。で、ゼロになったら2個回復するっていう効果もついてるから、とにかく旨味しかないんだよ。旨味しかないものをもっと活かしていけ。はい。逃げて、あ、ジャンプで逃げるのあるな。なんか、ふよふよしてんだよな。はい、黒線。来いよ。回復入れよ。あの、これ、延期で攻撃で回復もできるはずだからな。あ、こいつが撃ってんのか、それ。わかんなかったわ。逃げて、回復して。やべ、全然戦い方が良くね。危ない。逃げて、あ、ジャンプで逃げればいいんだ。ダウン。さあ来い。ダメか。ふぅ。戦い方が良くない。オッケー。これいける。おい。さあ来いよ。はいはい。お、いいね。ジャンプ避けマジでいいな。はい、銃撃って。ジャンプ避けがいいのか。黒線決めたくなっちまうな。ほい。無駄。あ、これが、この爆発物を出してんのか。よいしょ。黒線。いて。もうこれは、危ねえ。爆弾でも投げて、
終わらせよう。使えるもん全部使う。来い。はいはい。あぶね。ちょ、動けねえ。ドーン。なんか全然良くねえ。良くないけど、まあ、これだな。これで良かったよ。強くなった証拠だろ。亡霊を破った。ガチ普通のボス戦だったわ。鍛造師来てくれたのか。デギュだ、偉そうなこと言ってたからな。この目で見てみようと思ったんだ。君の名前も知らないっていうのに。ノル・バネックです。エンキ。キツネです。エンキ、君にもな、ノル・バネック。ゴロツキ兵士のような格好で戦場に足を踏み入れたら長く持たないぞ。ほ？まさか？何かをもたらしてくれる？あ、リットへの道か。百戦錬磨。切断魔の健康。ギリギリの瞬間で敵をドッジすると、すべての周辺の敵が 1.5 秒減速する。ウィッチタイムじゃん。ブーン。切断魔の最高傑作。危険から安全に守り抜いてくれる鎧だ。戦場での試し撃ちに奴が持ち出して以来、行方知らずだかな。切断魔を見たのはあれが最後だった。土壇場ショットとカウンターショットだな。カウンターで R2 やってみよう次。覚えたもの一つずつ、ちょっと、反映していこう。で、拠点解放したから、多分これでホストがいるから、盗賊を追放し、騎士を敗走させ、亡霊を討伐。どうやって感謝すればいいのかな。硫黄の匂いに効くのはないかい。我慢して時が過ぎるのを待つのが一番。あとは鼻に洗濯バサミをつけたら。やった、フラスコ。これで7個か。噂。遅れた再会。常連客の一人、オバスの安否が心配。他には死者がうじゃじゃいると警告したのに娘に会いに行ってしまった。探してこよう。啓蒙法の頂上。険しい道のりだけれど、決意を固めている様子だったの。よし。次は、闇に放たれた一撃。リットに来るタイミングが悪かったね。ここでは、真っ昼間から人々が失踪している。虐殺者の、ボハルの指示。それなら誰かが民を解放しないと。スラムの路地から叫び声が聞こえるの。その気があるなら、そこを探すといいわ。サブクエが2つ、出ましたね。亡霊と戦ってる時に逃げることだってできた。逃げるって選択肢はないよ。目の前に倒すべき敵がいるなら倒す。それだけのこと。てか死者の刃はちゃんと強いのかな。多分さ、近距離でこう、ガンガン弾いたり、パリしたりってより、マジアウトレンジで、啓蒙じゃねえや。倍率溜め込んだ状態で戦うのが、ベターな気がするね。判事の歴史第2部。しかし判事の影響は全てには及ばなかった。偉大な牙の獣は、異国の恐ろしい疫病に見舞われ絶滅。立法の下で繁栄した諸民族は三峰を除き反乱を起こした。かくして判事は天守に謙虚に戻らざるを得なかった。判事が、だから、判事って何？判事ってのは、ここら一帯を牛耳ってる存在？って認識でいいのかな？ん？不思議な家だな。屋根も、壁もない。クレーン？あ、これか。あ、これ、対岸？ってことは、あの赤いのが近くにあるんじゃね？左行けないかな？そっち行ければ、裂け目を見つける達人、20起動。あれ、こっちになかったっけ？水車はこの辺か？あと一応セボ、戦えるやついるから戦っとこう。まあ俺セボ強いんで、舐めんなよ。なんだこれ。な、自然に勝っちまった。で、これこっち行くんでしょ？いや、もう分かったわ。戦略が。汗。良いものは3つ揃ってくる。セボで異なる対戦相手に3連勝。あ、確かに3連勝したわ。当然だな。いや、俺セボマスターだわ。なんかもう、セオリーがわかる。手に取るようにわかるよ。セボはとりあえずもっと SE 入れてほしいわ。勝利の時とか。軽いファンファーレぐらい欲しいよ。多分10時間弱は俺、セボやってるから。同じ相手と。虚無です。まあ、とりあえずここ行ってみるか。あ、てかここあれじゃん。俺が行こっかなーと思ってた場所だわ。なんかある？あ、ありそうだな。はい。なんかあるわ。よいしょ。おー。硫黄か。あ、うま。硫黄はうまい。硫黄ってことはこれ、火薬剣強化できるかも。高い名声払って強化した使命の刃より強くなったことある？なんでちゃっかりいるんだよ。うん。アップグレードしてくれる。あ、防具のアップグレードなんだ。鉄と名声だ。そういえば話すか。扉の任務に私を参加させたくなかったのわかる。でも、ハーリーのことか。あいつらは真っ先に、お前は真っ先に選んだんだ。あらゆる手を使ってお前を変えてもらえるように頼んだ。
He volunteered. ノルはまだ戦うべきではないと仲間に思われていたのか。かつてユングのことマヌケって呼んで、ユングはあんたのことを老いぼれ猟犬って呼んでたな。あらら、3人の会話。マヌケは彼の老いぼれた猟犬と一緒に狩りに行った。猟犬はこれ見たかあれ見たかと、いやどっちも見てない、マヌケはブツブツと言った。けど老いぼれた猟犬がもう一度あれ見たかって聞くとあのさ、俺も何が面白いか分かんなかったわ。難しかったわ。木材がねえ。いや、木材がないっす。やっぱね、ちょっと、翻訳に難はあるわ。特にああいうなんか、なんていうの、日常会話というか、ちょっとした冗談を交えたトークに関しては、わからん。ちゃんとわかんねえ。わかんないし、若干、文字送りも早いから、正直読めないっすね。まあ、こうなるとね、やっぱストーリーはちょっと追いづらくなっちゃうわけですね。だからなんとなく追っかけよう。だから俺は、正直、アクションを楽しみたい。このゲームに関しては、明確にアクションをメインで楽しむことにする。ストーリーとかは、まあ、編集中はね、見やすいから、編集中一応フォローできるから、編集中に、ちょっと読みながら、いろいろやってみようと思う。戻ってやしないかい？これは。でもこういうとこにアイテムが落ちてんだよな。ほら、鉄酸か。まあ、鉄は余ってるし、頭強化してもいいかもね。ランドサーファー、めっちゃトロフィー来る。どうした急に。はい。しかも拠点っぽいとこ来たし、ここは敵に占拠されてない。啓蒙法か、ここが。兵士がいるってわけでもなさそうだな。街だな、普通に。次のアクションの目標は、カウンター10を撃つ。10でカウンター取った後に、10で追撃する。それが目標だな。オバス。おじさん大丈夫か？カイア、娘なんだ。あ、頂上で会う約束をしてんのね。私が代わりに登って娘さんに下山するように伝えるよ。危険だったらもう、娘さんもよく言ったな。あのものはお前のおじさんじゃなかろう。あ、なるほどね。おじさん。敬意を持ってのおじさんね。敬意です。延期。まあ、延期は、狐だからな。とりあえずね、俺は戦闘スタイルをね、やっぱ自分流でやりたいわ。こういう弾き、パリーがあるゲームはさ、そうやってスタイリッシュにやってく方が、かっこいい、とか思っちゃうじゃん。俺もそういうんじゃねえから。俺流のもう、ヒットアンダーウェイ。ヒットアンダーウェイの、マジ超、これでいいのって戦い方したい。それが俺の流儀。今 57% ですよ。これ 57% 火力アップしてるってこと？異常火力者じゃん、それ。ともすれば異常火力者じゃないですか。ヘッショ。人じゃん。普通に。ヘッショ。まあ、丁寧に処理して。はい、ヘッショ。これでもう引きながら戦えば、超火力じゃない？街でもいいな。黒線！いや、黒線強。そう、ダッシュ。ダッシュしてなんか R1 みたいな、なんか、いけるのなかったっけ？強っ。93%。引き打ち、これがいい。俺のスタイルにしよう、これ。アクションゲームとしてはさ、店が弱いけども。やっぱそこじゃねえんだよな、俺。俺やっぱこのゲームの美味しい要素をね、美味しく食べたいわけですよ。これ、延期が追撃してくれるから、もう。実質終わってるまである。いや、火力高っ。ああ。これで火力が落ちると。こだわるとダメだな。ふい、ふい、ふい。いいね。樽ね。意味深だなぁと思って、なんもないなぁと思ったけど。樽ね。こんな危ねえとこに娘さんいんの？絶対下山させた方がいいって。ふい。ちょっと俺の目標やっぱり、あれだな。丁寧に倍率を貯める。100% 以上常に。やる。火力高っけんだよな。そい。ほら、普通に死ぬ。回避しすぎかなぁ。もっと、10パリーガンガンパリーしねえって言ったのに。なんかもっと10パリーは超積極的に狙ってった方がいいかもな。オッケー！10追撃。強っ。めっちゃ強かったぞ、今。10追撃。いいね。もっと10ガンガン使ってこうぜ。浮かせ、てか浮かせで終わりじゃね？あ、なんかやった。危ね。浮かせるじゃん。なんかやったよな、今。
なんか地名の位置、空中地名みたいなの取ったよな。空中忍殺みたいな。はい、これで終わり。猛烈魔法で。一旦終わらせて 100% 超える。これショートカットか。いいね。機関手段、ショートカになりうると。リトライ性も上げる。このワープのシステムが、その辺のなんか、ショートカット周りというか、リトライ性を少し良くしてますね。こいつは強そうだ。来いよ。赤来い。赤来ない。赤来ないけど、これでいいと。で、銃撃って。OK! いいね。延期が勝手にやってくれるから。もうパッシブの嵐。パッシブスキルのおかげで、なんか、ガンガン追撃してくれるし、ガンガンこかせてくれるし、そして火力が出ると。今 132% はもう理想じゃん。これさすがに理想を語る底なしの絶望でしょ。くぇ、お前最悪。ガードして。てかこれさ、ガードしてさ、ちょっと待って。これガードするじゃん。ガードして、これ待って。気づいたかも。これさ、ガード 100% じゃん、カット率。で、スタミナの概念ないから多分無限、下手したら無限ガードできる。これ、ど至近距離でさ、L1 押して待ってさ、R2 押せば終わんね。で、たまになんか地面の範囲攻撃みたいなのやってくるときは、ジャンプするっていう。それはさっきボス戦で示してくれたから。やばいメタ、かもしれん、これ。気づいちゃいけない、メタかもしれんな。ちょっと面倒なやつは、ハイスクナにとっての地雷と。はい、これで連鎖していく。魔法ね。魔法の連鎖です。すーぐ溜まるわ。はい。あ、ダッシュ R1 でなんかあ、そうだ、できる。できるな、これ。やばい、死ぬ、死ぬ、死ぬ、普通に死ぬ。この回復がダメだね。ダサいね。ダセー回復しちゃダメだよ。向き合った方がいい。ぴょんぴょん動き回るのこのゲーム違うわ。いや、でも中距離待ちはね、俺は個性にしたいんだよな。中距離待ちゲーは個性にしたいけど、でもそれよりも L1 ガン待ち R2 ぶっぱが強え。こと怠慢においては、はマジロストする。くぅ !2000、まあいいか2000は。2000、どうでもいいわ。2000ってだってさ、バズとゼホやって、違う、セボやって3回で溜まるじゃん。3分以内に2000なんて稼げますよ。なめんなよ。強っ。チョコボ強すぎない。敵の火力高いから、その分バランスは取れてるな。うい。浮かせて。はい、はいと。あ、ミスった。ミスったけどいいや。羽二つ目か。はい。延期のレベル上昇。これ何が変わるの？延期の火力とかが変わるのかな？正直今でも十分すぎるんだけど。十分すぎるほど助かってんだけどね。あ、名声が消えた。俺にとって、名声ってもはや、使命の刃の火力上昇のためのもんだわ。こんなとこになんで、セボができるんだい。これはね、ここです。これ見えた。多分ここ移動して、こう来て、で、こう来るじゃん。あそこ塞いでくる？いや、いいんだよ。これで、もう積み。あ、もう完璧。いや、マジで俺、セボ、マスターしたかもな。負け方がわかんねえ、今の。これ何これ。ケトス。押し出し。相手のコインを空きマスへ1マス押し戻す。なるほど。じゃあ、極力固めた方がいいな。で、要の位置を探るんだよ。絶対取られちゃいけない位置。こことここ、塞いどけば、三角はもうこの辺でしか作られないから、こいつを止めておくことで移動させて、まあ、これで要の配置を作ればいい。この辺は移動しちゃダメだな。これでいいよ。この二つの配置さえ崩れなければ、負けようないと思います。え、俺マスターだわ。マジで勝ち方わかるもん。一発だ今の。このゲームの極みに達したわ。マジで極み。極の番です。極の番セボ。なんかボスっぽいね。さあ楽しいバトルにしようぜ。待って、彼女がいない。来た。うわぁ。なんかいっぱい来た。いっぱい来た場合どうするかっていうと、なんだ、ドジっ子がいた。とりあえず、こいつを、はい、国戦ではないが、俺はあの世とは繋がっている。まあ、セボが強いんで、セボじゃねえわ。ぐっ。おらセボじゃねえ。延期が強いから、一旦回復して、チャンス。国戦お前どいてろ。
コーク戦決めて、よし、ナイスコーケ、ナイスコーカシ、ナイスコーカシ、ほら、まあ、これ怠慢命令ね。これ怠慢して、早っ。ただこれ、多分見てれば勝てるぞ。よし。で、国戦決めて、早すぎる。すげえ早い。でもこれ動き出しに多分、動き出しに見れば。今のいいね。待って、テンポよく R1 押すことで、決められるものもあるんだ。ほら！はい、はい。はい、はい、はい。きたー。いや、もうこれで終わりだわ。はい。バック。死体？やられていたか。そんな。カイアは死者と鉢合わせてしまったんだろう。ありのままを伝えよう。死者め。お、切断魔の火打ち石銃。要素が詰め込まれすぎてる。半径3メートルで爆発する遅延弾を発射し、ヒットした全ての敵に下準備ダメージを積み上げる拳銃。第12体の実験的ライフルのようだね。切断魔は自らが生み出した導火線付き爆弾ショットを試していたんだ。試験用ライフルが片端から吹き飛んだらしい。もちろん標的もね。いや、正直、これでいいんだけど。一回使ってみる。おう。え？まあ、5発だし。いや、でもね、ノルの拳銃が使い心地いいから、まあ、基本はあれでいいんだけど、ちょっと試しに使ってみて、いい感じに使えるかどうか。てかさ、なんでこんな人死にが起きるようなシリアスな状態になってるのにさ、こんな近くで、のほほんとお前セボ遊べんだよ。おかしいだろ、これ。この世界どうなってんだ、マジで。なんでのほほんとセボできんだよ。どうした？大丈夫か？カイアは。来られなかったようだ。だがまたすぐ会えるだろう。今だったらお前が彼女を思っていることを伝えておくよ。おじさん、それを受け取れない。真実を伝えなかった。まあでもこれは優しい嘘をついたってことね。延期が。ああ、彼も、そっか。そういうことか。そうだね。彼自身ももう、衰弱して死にかけている状態だからこそ、そう導いたということか。さて、次のクエストは？次のサブクエ。え？リットの街ってこれは、どう行くんだ？これ多分さ、こう行って、こう行って、こうでしょ。ってことは相当後だな、これ。一旦メインか。これさ、絶対こっちの方がいいよね。範囲2メートル。君はリットにいる者よりも俺の仲間を助けてくれた。これぐらい当然さ。バカどもが宗教に出会ったのさ、それだけさ。そしてラムハの名のもとに三峰を滅亡したんだ。ラムハの支配で。あの失態は判事の自業自得。女神は言い訳でしかない偶話だ。女神は本物だ、鍛造師。彼女を殺せば三峰は救えると信じている。三峰は破滅する運命にある。騎士たちはもう終わりだ。人々を助けるのが精一杯だ。騎士はちゃんと助けるために動けているのかな？であればまだ希望は持てそうだけどね。さあ、メイン進めるか。アクションいい感じに馴染んできて、また楽しさが増えてきましたね。ブランダーバズ。ブランダーバズいけるけど。まあ、死者の刃でいっか。まあ、死者の刃一本でいけるわ。最初一瞬最大強化疑ったけどさ。今はもう疑いようもないわ。間違いなく火力高い。正直この使命の刃ゲットしたらもう、セボやりまくって、10万名声貯めて、さっさとこの武器最大強化しちゃえばもう GG ウェルプレイだわ。上いけるね。上いけるねっていうか上いかないとね、あれは。ひどい悪臭。毒沼か。毒沼エリア？このゲームに毒沼だと。あ、待って、強そうなのがいる。強くなさそうか。ぶっちゃけさ、これ、浮かせて、あ、なんかこれ、終わっちゃうよな。硬っ。黒線！まあ、これでもう 54% 攻撃力アップでしょ？いいね。火力で押し切ったね。ヘッショ！祈ってるね。オレイ！はい。締めの刃、チャージ！チャージです。チャージルイミスの、すげえ花飾りしてる。よし。まあ、面倒だからこれ使って。で、何にも見えないよ。危ねえ。これガードしてさ。あ、待って、俺武器変えてね、俺。
あぶね、黒線。え、変わってねえじゃん。なんで？変えて変えて、ほら。これがいいから。慣れ親しんだもんがいい。上行きたいんだが、これ、ちょっと高低差的にきついか。ヘッショ！よし。まあ、あいつやっちゃった方がいいな。よし、火力。で、盾持ちは、どうすっかな。よし、来た。はい、盾剥がして。で、この状態にして、はい、どんどん。はい、テンポよく。超火力。いいですね。なんだこれ。冥界から採取された呪文。放っておくには危険すぎる。猛烈魔法がアンロック。そしてなんかやばそうなのいるね。回収者。来てみろよ。もうすぐそこにあるから、俺は爆弾とか容赦なく使うぞ。よし。はい、バン。バン。からの。はい、ため R1。そして逃げて。はい、オッケー。あ、これ待って、バックステップしながら撃てるわ。今気づいた、これ。後ろステップしながら撃てるってもう、やばいじゃん。見つけちまったよ。最強を。ちょっと 177% キープしたいな。キープしつつ上行きて。俺今このゲームの核心に迫ってるからさ。危ね。最悪だ、危なかった。は、こいつマジ。お前、ふざけんなよ。は？え、お前マジか。許さんぞ。ちれや。なんかもう黒線も当たり前に決めてるし、ちょっと俺銃の強さが分かっちゃったから、これはもうゲームが終わっちゃう可能性があるな。戦闘行為になる前具体的に何をしてたんだ。鉱山の通気口を開けたり閉めたりするトラッパー。死ぬほど嫌いだった。敵が多い。まあ、さすがに、処理。一体処理して。おう、え、今のもカウンターで決まんの？やばくね。やばくない？しかも 80% 一瞬溜まるわ。マジでバックステップ中に銃撃てる。これはちょっと無法かもしれん。これさ、もうガン待ちで。こうやって、こうやって。はい、はい。で、ここまで入れて、終わると。なんだこれ。さあ、飛びましょう。上に来て、これ絶対繋がってる。あ、繋がってんね、稲や。なんだあのうさぎ耳かぶと。ゆるとかよ。角だな。なんのヤギの角か。そして向こう側に俺が今最も欲しているであろう木材が見えるよ。でもその前に、オッケー、稲や。これで HP バーが増える。ちょっと増えたね。もうすでに稲やもう一個見えてるからな。ほんとちゃんと拾いに行きたいよ。よし。木材に。あれ、なんか道があるぞ。怪しい。本筋とは違う道。めちゃくちゃ怪しいんだけど。おい。あんまりワクワクさせんな。しかも木材いっぱいある。最高。セボで一試合どう？いいけどセボマスターだよ、俺。まあ、この、一替えは絶対必要だろう。ここですね。パトリキの証、あざけり、移動後隣接する対戦相手のコインをバリケードできるコイン。なるほど、動かせなくなるってことか。それは厄介ですね。まあだったら先に交換しちゃって。まあでも交換の一手はな。今初手ミスったかも。これで、オッケー。王手、飛車取り。ダブル王手ですね、今の。馬俺。これ多分要の、あ、この配置はね、要の配置がここだから。で、今交換したでしょ。これで、もう、てかこれ無理だろ、相手。もう、待って、この形状は俺の領域だよ。俺の領域であり、夜の領域だよ。これ一回交換したら、もう交換できませんから。こんなののらりくらりやってれば、勝てます。いやもう、やばいわ。法則見つけた。マジで法則見つけてんじゃん、俺。俺上手すぎだろ、セボ。さすがゲームプレイ時間よりもセボをやってる時間の方が長いから、俺は。さすがに。このゲーム、寄り道マジ大事だな。寄り道した分だけ強くなるわ。うえええー、ロスとか3000。3000？ ああ。セボ4回分？それよりもあいつとの戦闘もうちょい綺麗にやろう。
こんなんさ、ガードしてさ、はい、これ、これ、これで、はい、そして、黒線決めて、終了じゃん。はい、ドン、ドン、からの、はい、ドン。そして、これは危ない。パンチすんな。よいしょ。逃げろ。ここで引けるかどうかが大事。よし。さらには、ここでアイテムを使えるかも大事。そして、これも大事。はい。で、タイマン。お前は弱いんだ。こいつマジ最優先で処理しないと邪魔だな。黒魔術師の兜。10秒以内に1体の敵に4の呪いを与えると6メートル以内に全ての敵にダメージを与える爆発を引き起こす。黒魔術師は無傷で死の帳を突き破れると信じているが、その過程で魂をズタズタに引き裂かれる。これありだな。強化したけど、あの、重機とどっちがいいだろう。俺多分こっちじゃないかな。呪い特化だから、多分こっちでいいと思う。バン、バン、ぴょん。さあ、中継地点終わって。なんか争ってんね。火薬工場。あれ、火薬工場はここじゃないの？ここは中継地点の砦で？なんか争ってますね。助けてやるか。ほい。面倒だからまとめて。処理。大丈夫かい？義務。騎士の義務。ノルバネック。どうしてお前、他の奴らに私を襲ってこない？俺は三峰の平安を守ると誓ったんだ。死者を封じ込めることが俺の最優先事項。お前、使命に準じてんのか？かっこいいな。いい奴だ。なんだこれ。あ、拠点だ。野営地じゃん。野営地かこれ。野営地だわ。移動してきやがった。ちなみにセボどう？うわ、一緒。もういいよ、この、散々やったから。もう一回一応、おさらいしておきます？はい、これ、確定です。これで入れ替えして、位置替えして、で、ビブラスラップと。で、まずこれで防衛ね。で、攻撃終わって防衛。防衛は初手見て、はい、こっち。ってことは反対側動かして、で、あとは、ここ、要の位置に戻して、まあ、こうなったら、あとはもう、のらりくらりやって勝ちと。850！ あれ？増えた！これあれだわ。内容変わってないけど、なんか増えてるわ。これまで700だったのに。ストーリー進行して、もらえる量増えてんじゃん。終わったよ、これ。俺がこのゲーム終わらせるぞ。判事の歴史第3部。やがて火薬は諸外国に戦争手段を与え、彼らは火薬に必要な機材に溢れる三峰へやってきた。機材が各国の破滅を加速させるにもかかわらず、判事は寛大に分け与えた。やがて、世界は再び判事の秩序を必要とすることになる。戦争を助長したってこと？それによって秩序をまた保つ。難しいことやってんな。戦争をコントロールしようとしたのかな。でも結局、神の介入によって、そこら辺もぐちゃぐちゃになったのかもしれん。これは一体何だ？どこに行けるというのだ？塔の上か。宝があんじゃないか。これなんだ？わあ、ヤカ爆弾じゃん。ってことは二つってこと？あ、二個になってるわ。ヤカ爆弾ってあの、地面に炎をこう滞留させるやつだよね。あれが果たして役に立つか。まあいい、とりあえず進もう。さて、爆弾がいっぱいあります。見えてるよ。よし。大虐殺。2秒以内に敵を5体仕留める。マジか。そんな言ったのか。これなんだ？近道。ああ、ここから初等かね。で、ダンジョンと。やってやろうじゃないか。まあ、この初等化ができたってことは、一旦回復してこいってことね。こっち上げるか。お、いける。よし。なかなかいいね。なんとなーくやっても、なんとなーくいいアクションになる。ただそれを考えてやることができれば、一流のムーブになると。結構あの、リゲイン、今ね、リゲイン要素があるから。それがね、結構いい感じに働いてる。神が冥界？私たちはみんなあいつらに変わってしまうのか、あの死者に。違う？死後、魂は冥界へ流れていく。死神がありとあらゆる悲しみと記憶を消し去り、まさな状態になる。そっち行きたいんですけど。
冥界では認識できない。なるほど。子が消えるってわけね。そしてたどり着くと。呪いの黄水晶の原石。装備すると炎気は弱体化の呪いも負わせることができる。呪いを受けるたびに敵の与えるダメージは 10% 減少する。呪いを受けるたびに敵の与えるダメージは 10% 減少する。昔母がよく太陽の色をした石。目にして膝が弱る。悪意のこもった言葉。人生を闇に包むっていう歌を口にしてた。大嫌いだった。俺も大嫌いだわ。呪いの石には冥界のエネルギーが注ぎ込まれている。インベントリが呪いの石を炎気に装備すると炎気の攻撃に新たな呪いタイプが加わる。炎気の呪いを攻撃を使用し、死の呪いに加えて呪いの石の呪いを敵に負わせよう。もうなんか、文字が重複しすぎてて、単語が。まあなんかさらにプラス効果があるってことでしょ。で、今その呪いってやつが新たに追加されたと。で、これによって敵が弱体化するってことですね。あ、てかそういえば新しい猛烈魔法あったじゃん。神話級の。生命のほとばしり。発動すると8秒間8メートル以内の敵に対して相次ぐ魔法攻撃を引き起こす猛烈魔法。各魔法攻撃は与えたダメージの 100% 分の HP を回復する。死にゆく王女は最後にもう一度イナヤに呼びかけた。イナヤだと。すると彼女の毛は切り裂く風となって敵を打ち倒し、彼女の傷を癒した。イナヤ。まさかフレーバーテキストにイナヤが出てくるとは。とりあえずこれで、あ、なんか待って、炎気の頭がもやってるわ。炎気に呪いが加わったと。呪いというか弱体化か。弱体が加わって、まあ、要はプラスですよね。我々にとっては。我々にとってはさらにプラスになると。マジでいろいろ増えて強くなるな。戦いて、ボス戦して。え？領域展開？なんだ？すごい狭いな。こいつ、あれじゃん。超速いやつじゃん。バーン。そして、はい、こう来て。で、これガードすると。来いよ。カウンター。あ、これも、え、これ待って、今、三角じゃなかったけど、カウンターいけるんだ。つえ。つえは。なるほどね。なるほどなのか、今。今、ちょっと確信つけてないぞ。神が死ぬとどうなる？それはわかんない。今まで神が死んだことはない。そうなのか。お前たちと同じように、冥界に行き着くのかもしれない。神殺し。ん？これからそれをなすわけだろ？未だ神とは出会えずだな。まあ最初に出会うか、まあ縁起がいるけど、最初に戦う神は多分ラムハになるんだろう。お、着いた。甲府の門。ここは、あ、平和な街だね。なんかボスがボスらしくないよな。多分ちゃんとボスなんだろうけど、俺が強すぎんのかな、これ。俺の武器とかが強すぎて。あと戦術がある程度確立されたおかげというか、そのせいで。あ、てかここあれじゃん。あの、炎気がいい水車だね、みたいな。そんなことを話してた場所じゃないか。これさっきのあの、娘を失った親父さんと同じ見た目してる。まあ、背骨か。負けただと、俺が。バカな。で、あとはのらりくらりやって勝利。オッケー。問題なし。てかあれ普通に敵じゃん。なんでここ平和な村じゃねえじゃねえか。ちょっとセボができるやつがここに居座ってるだけの場所じゃん。セボは平和と錯覚させるな。